雪がいっぱい。真っ白。めっちゃすごーい。雪像に、雪の滑り台に。あ、あっち、ツリーもある。ここまで来るの、ちょっと大変だったけど。雪祭りでお仕事なんて、なかなかできないもんね。こんなお仕事持ってきてくれたプロデューサーさんに、ありがとうだね。せっかくなんだもん、楽しみましょう。天下ちゃんも見に来たらよかったのにな。寒いからって宿に直行しちゃうんだもん。せっかく今日は自由に見て回れるのに。でも無理しない方がいいわ。天下ちゃんには何かあったかいお土産を。千雪さん大丈夫？転びそうになっただけ。雪の中を歩いたことってあんまりなくて。ごめんね、天菜ちゃん。合わせて歩いてくれてるでしょう。ううん、天菜は全然大丈夫。そうだ、千雪さん、ペンギンになろう。ペンギン？そう、ほら、天菜の隣に並んで。うん。普段歩くより短い歩幅で。短い歩幅で。地面に向かってまっすぐ足を下ろして。まっすぐね、ペンギンみたいでしょ。ほんとだ、ペンギンみたいによちよち歩き。あ、今は大丈夫だけど、朝は雪が凍って滑りやすくなるから気をつけてね。氷だから硬いし、変に転ぶと怪我しちゃうから。うん、お仕事控えてるんだもん。でも今は。いいこと思いついたわ。ん？ねえ、千雪さん。手、つなごう。手、つないでくれるの？でも、転んじゃったら、天菜ちゃんまで。大丈夫。もし転んじゃっても、天菜が支えてあげるから。もう、遠慮なんてしないでいいんだよ。それに、雪の中で転ぶと、服が濡れてびちゃびちゃになるよ。え、それは嫌。じゃあ、お願いしちゃおうかな。うん、決まり。えへへ、あったかいね。うん、あったかい。あのね、あのね、向こうで大きい雪像を作ってるとこなんだって。せっかくだから見に行こうよ。うん、一緒にペンギンになって。うん。短い歩幅でまっすぐに足を下ろして。雪飾りに氷の彫刻。本番はまだだけど、見られるところがいろいろあるんだから、ゆっくり歩こうよ。あんまり急いでたら見落としちゃうかもしれないし。うん、ゆっくり。ありがとう、天菜ちゃん。鎌倉？でも、私たちで作れるかしら。それだけでいいの？
鎌倉ってああやって作るのね。すごいね。アマナたち3人で入れそうだよ。小さいのなら昔作ったことあったけど、こんなに大きいのは作れそうにないね。うん、お手伝いしたいけどなんだか邪魔になっちゃいそう。スタッフさんにお任せしちゃうのがいいのかな。よいしょ、うん、よいしょ。天子ちゃん何してるの？雪だるま。かわいい。雪だるまの三兄弟。にぃ、これ鎌倉の近く飾ってもいい？飾る？スタッフさんに聞いてみよう。どうかな、千雪さん。そっか。この鎌倉、私たちで飾り付けしてみない？え？千雪さん、飾り付けって？本格的にお手伝いするのは難しいけど、飾り付けだったら私たち力になれると思うの。ううん、アルストロメリアだなーっていう鎌倉なら私たちが一番上手。天下たちが一番。スタッフさんには先に相談しなきゃだけど。アマナもそれやってみたいかも。スタッフさんが作ってくれたもの、そのままアマナたちが作ったことにするんじゃなくて。うん、私たちにできること少しでもしたいなって。あ、ごめんなさい、聞いてくださってたんですね。その、もしご迷惑なことを言っているようでしたら。え？わあ、いいんですか？ありがとうございます。お花にキルトにいろんな素材がいっぱい。あ、電飾がある。使っても大丈夫かな？やった、ありがとうございます。千雪さん、これアマナが飾ってもいい？うん、アマナちゃんが可愛いって思うようにお願いしたいな。うん。デビ太郎、デビジロー、デビザブロー、にひひ、いっぱい、もっと。私たちにできることで雪まつりを盛り上げたいなって思ってます。素敵な鎌倉にするので、おじさんたちも明日見に来てください。よろしくお願いします。アルストロメリアです。短い歩幅で地面に向かってまっすぐに足を下ろして、ペンギンみたいに。鎌倉、飾りも取れてないし、ちゃんと昨日と同じ綺麗なまま、よかった。あ、天下ちゃんの雪だるま本当に可愛い。アマナちゃんの電飾も夜になったらきっとすっごく綺麗なの。うん、これはアルストロメリアの鎌倉。中入ってもいいかな？ちょっとだけなら大丈夫よね。スタッフさんもいいって言ってくれてたし、寒くないように
ブランケットも持ってきてるし。うん、ちょっとだけ。お邪魔しまーす。いらっしゃい、ちゆきさん。わ、あまなちゃん。あ、ごめんね、ちゆきさん。驚かせちゃった？ううん、うん。あまなちゃんもいたのね。みんなの鎌倉、どんなかなーって気になっちゃって。そしたら、ちゆきさんが来て、タイミング見て声かけようとしてたんだ。そうだったんだ。ほら、ちゆきさんも中に入ろう。鎌倉の中って結構あったかいよ。うん。ほんと、雪に囲まれてるのに外よりあったかい。うん、シートが敷いてあるから座れるし、お菓子とか持ってくるとずっといられちゃうんだよね。真っ白な秘密基地ね。それいい。アマナたちの真っ白な秘密基地。ふきゅ。うたった。天下ちゃん大丈夫？なあちゃん、ちゆきさんも。なんで？なんでだろう。鎌倉を見に来たら出会ったの。天下ちゃんは、雪国限定レアモンスター探しに。それでせっかく外出たから、鎌倉デビダルマ増殖。なあちゃんとちゆきさん、スタッフさんもびっくりするかなって。そうだったんだ。なんかどうだった？いらっしゃい、天下ちゃん。ちゆきさん、どうしたの？ううん、なんでもないの。こんな雪でいっぱいの場所で。おかしいね。あったかいなって。そっか。うん、あったかいね。アマナたちの秘密基地。秘密基地。なあちゃん、ちゆきさん、実は天下お菓子持ってる。外歩いてお腹空いちゃったらって。秘密基地だから、三人で秘密だから、どう？いただきます、天下ちゃん。